条文が長いので六法等で確認してください。今回解説する398条の9は前条の398条の8と比較しながら見ていきましょう。というのも、相続と合併等は一般承継というもので、相続の場合は被相続人の権利義務をすべて相続人が引き継ぎます。そして合併はある会社の権利義務すべてを別の会社が引き継ぐことです。主体が自然人であるか法人であるかでどのような違いが出るかに着目すると覚えやすいからです。合併についても簡単に触れておきます。合併には吸収合併と新設合併の2種類があります。吸収合併は A 社が B 社を取り込んで A 社が残り B 社は消滅することです。新設合併は A 社と B 社が合体して C 社を新しく作ります。この場合 A 社と B 社は消滅します。簡単な説明です。詳しくは商法などを見てください。では、ね、定当権者と債務者に合併があった場合はどうなるでしょうか。合併の場合は基本的に元本は確定しません。なぜなら合併後も合併後に残っている会社が合併前の会社が行っていた事業を継続するからです。398条の8と比較しましょう。ただし、元本を確定させる方法があります。それが設定者の元本確定請求です。この元本確定請求は、債務者である設定者はできないことに注意してください。なぜ元本確定請求という制度があるのでしょうか。A 社の債務を担保するため、設定者は自分の不動産に寝定当権を設定していました。とはいえ、設定者は A 社が借金の返済ができなくなるとは考えていません。A 社の業績は良いし、債務も少なく、資本も多いし安心だな。この A 社が B 社と合併することになりました。B 社はブランド力がありますが、業績不振で大きな債務があります。A 社としては、債務を引き継いでも、B 社のブランド力の方が価値が大きいと考えて合併しようとしています。しかし、B 社の債務を引き継ぐと A 社は倒産しそうだな。設定者は合併後に残る会社の先行きが不安です。このような時のために、元本を確定させる請求ができるのです。元本確定請求をすると、元本は合併時に確定したものとみなされます。ここは相続の場合と同じですね。あとは請求できる期間が定められています。5項を読んでおいてください。今回の解説は以上です。お疲れ様でした。